自民党の総裁選挙は、加藤勝信元官房長官が記者会見し、立候補を正式に表明しました。これで候補者は8人となり、混戦模様となっています。国会記者会館から中継です。はい、今回が総裁選への初挑戦となる加藤氏ですが、記者会見では国民の所得倍増と力強く何度も訴えかけました。私は今回の自由民主党総裁選挙に立候補いたします。国民の所得倍増に私は命を懸けて取り組んでまいります。皆さん、加藤氏は3つのゼロとして給食費、子どもの医療費、出産費負担のゼロ実現を訴えました。さらに政治とカネの問題では国会の政治倫理審査会への出席を求められている議員に対し、説明責任を果たすよう徹底して働きかけると述べました。加藤氏の陣営からは唯一政策を語れる候補だと期待する声が出ている一方、知名度不足を懸念する声も出ています。午後には石破元幹事長、林官房長官、小林前経済安保大臣が政策発表の会見を行う予定です。また上川外務大臣は明日の立候補表明会見を目指し、推薦人確保に向けての最終調整を行っています。